6月8日、竹上市長は6月の定例記者会見を開きました。市議会6月定例会の補正予算案の説明や青年貢献センターの開設など3項目を発表しました。この日の会見では初めに市議会6月定例会に上庭する補正予算案の説明が行われました。 一般会計補正予算案のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対策事業費として、総額5億771万2万二千円を計上します。この予算の中には、新型コロナウイルス感染症の影響で所得が減り、生活困難に陥った方を支援する住居確保給付金支給事業費や、PCR 検査を軽症者に集中検査するためのセンター管理運営事業費などが盛り込まれました。 一般会計補正予算案の総額は、鎌田中学校校舎改築事業費などの減額があり、六千八百二十二万八千円を減額する予算案となりました。この補正予算案は、六月十八日から始まる市議会に上提され、審議されます。次に、松坂市青年貢献センターの開設が発表されました。 認知症や知的精神障害などの理由で判断能力が十分でない方が利用される成年貢献制度ですが増え続ける需要に対応し制度利用の充実を図るため今回センターの開設となりました成年貢献センターは7月1日から開設され松坂市社会福祉協議会内に設置されます最後に 松坂市が市内の中小企業1社に寄り添い新たな商品やサービスの開発から販売促進まで幅広く支援するハンズオン支援制度について採択企業の市長への訪問が発表されました訪問するのは平成29年度と令和元年度に採択された2つの企業ですそれぞれ開発した商品や新サービスを市長に紹介し取り組みの報告が行われる予定です はい市長記者会見の発言用紙は後日市ホームページの市長の部屋に掲載します。